孤独が寂しいというのは単なる思い込みである。孤独だからこそできることがあると受け入れた瞬間から人生はうまく回り始める。慣れていない人は最初は寂しさを感じるかもしれないが、時になれる。孤独の楽しみは山ほどある。孤独こそ。 自由で幸せな生き方であるとポジティブに捉えると毎日が楽しくなってくるだろう。友達なんていなくたって全然平気なのである。 皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのたけみです。今回は有川真由美さんが書かれた孤独を楽しむ人、ダメになる人をご紹介していきたいと思います。この動画で興味を持っていただけましたら、概要欄のリンクから、ぜひ一度本性を手に取っていただけると嬉しいです。それでは早速、 楽しみながら本書の内容に一緒に切り込んでいきましょう。本日のお品書きは次の通りです。一言で、一人焼肉、一人キャンプ最高です。幸せな孤独が与えてくれる、私服のギフト4選について。 2限で、孤独を楽しめず、孤独でダメになる人の治すべき特徴について解説していきたいと思います。それでは早速1限の、一人焼肉、一人キャンプ最高です。幸せな孤独が与えてくれる、私服のギフト4選について解説していきたいと思います。さて突然ですが、皆さんは次のどちらでしょうか1孤独だから楽しいことができる。 2. 孤独だから寂しくて何もできない。さーてよく考えてみてください。皆さんはこのどちらでしょうかおそらく多くの人が2番目の孤独だから寂しくて何もできないよと思うのではないでしょうか しかし、著者はまず本書の冒頭で、誰かがいなきゃ幸せになれない。孤独は寂しい。孤独は悪いものだというのは思い込みに過ぎないとおっしゃっているんです。むしろ、孤独をプラスに捉えて、孤独だからこそできることがある。孤独だからこそ自由に自分勝手に幸せな生き方が実現できると、孤独を受け入れた瞬間から人と一緒にいなければいけないという執着から から解放されてて仕事もも人人間関係も人生が全てうまく回り始めるんですとはいえ、やはり孤独は寂しいとか、一人で何をしたらいいのかわからないという方も結構いらっしゃるかもしれません。ですが、今ではソロキャンプやソロ飲み、一人旅、一人カラオケ、推し活などの一人でできる活動、すなわちソロ活動を楽しむ人が増えてきているんです。今の世の世中は どんどん便利になっておりますから、一人でできることというのは昔に比べてどんどん増えてきているんです。例えばソロキャンプは周りに気を使わずに自分のペースでやりたいことに没頭できます。 ぼんやりと星を眺めたり、鳥の声をゆっくりと聞いたり、リラックスした状態で五感をフルに活用して、今この瞬間を味わうことができます。確かに何もない昔ならば、友達と遊ぶぐらいしかやることはなかったかもしれませんが、今では本当に様々なエンタメとかテクノロジーが進歩してきておりますから、一人で楽しみ尽くすということが、 可能な時代なんです。なんとなく友達といつも一緒にいなきゃいけないとか、なんとなく人と一緒にいなきゃいけないと思っている人は多いですが、そんな人は一人でできることが実は世の中には本当にたくさんあって、そしてしかもそれがとても楽しいということにまだ気づいていないだけなんです。そして単純にまだ孤独になれていないだけなんです。 孤独に慣れていない人は、確かに最初は寂しさが残りますが、やがて慣れます。一人で決めて、行動することが増えると、孤独の楽しみは山ほどあるというふうに気づけるはずであります。孤独は決して寂しく、不幸なものではなくて、むしろ孤独を楽しめる人というのは、かっこよくて美しく、幸せな人であり、広く多くの人に支えられ、生き生きと輝く人でもあります。 あなたが今どのような状況にあれ、どんな立場であれ、一人で幸せになれるというテクニックは身につけておいた方が良いでしょう。人がいなければ幸せになれないという状態だと、あなたの幸せは他人に左右されてしまうことになります。他人に期待して、その期待を裏切られ、さらに孤独感に陥るということの繰り返しでしょう。ですが、 自分で自分を幸せにでき、自分で自分の機嫌を取ることができれば、あなたは誰の力も借りず、一人で幸せになることができるんです。自分のことを世界で一番考えているのはあなた自身です。他の誰でもなく、あなた自身が自分のことを最高に幸せにしてあげてほしいんです。さて、このようにいきなり言われても、まだ孤独が怖いとか、将来孤独になったらどうしようなどと、 思っていいるる人もいるでしょうそして今現在孤独な状況にあって苦しんでいらっしゃるという人もいるかもしれませんそんな人に孤独は決して悪いものではないんだよと孤独にもしっかりとプラスの面があるんだよということを知っていただきたいと思います孤独がもたらしてくれる素晴らしいメリットを知るだけでぐっと心が楽になるはずです ああ、なんだ。孤独でも大丈夫なんだ。むしろ孤独であるからこそ、人生を最大限に楽しみ尽くすことができるんだというふうに思えれば、今よりもずっとメンタル的にも楽になることでしょう。 それではここから本書で強調されている孤独に秘められている素晴らしきメリットを具体的に紹介していきたいと思います。これを聞くだけでも心が楽になる方かなり多いと思いますからぜひ聞いていってください。それでは最初に皆様が動画の構成を理解しやすいようにこれから紹介する孤独が与えてくれる私服のギフトを最初にまとめて発表しておきます。それは次の4つです。 孤独が与えてくれる至福のギフト1、本当の自分とつながることができる2、静寂の中で真の解放感が手に入る3、真の心の平穏が生まれ、驚くほど人生が楽になる4、 無限の可能性が広がる世界を探検できる。では、それぞれ具体的に一つずつ取り上げて、わかりやすく解説していきたいと思います。それでは、まず一つ目の、孤独が与えてくれる私服のギフト、本当の自分と繋がることができるについて解説していきたいと思います。さて、 著者は孤独は悪いものであるという、あなたが持っている孤独に対するマイナスイメージをまず捨てましょうとおっしゃっております。孤独が悪いものであるというのは、 単なる思い込みに過ぎず、孤独が悪いものであると思っていることは、大損だからであります。孤独が悪いと思っている人は、常に誰かと一緒にいなければいけないという呪縛に縛られて、その結果、自分で自分を苦しめていることになります。例えば、職場でぼっち飯を惨めで恥ずかしいと怖がっていると、周りを気にしてばかりで、 行きたくないレストランに付き合って行ったり、むしろ気を使ってばかりで、ヘトヘトに気づかれしてしまうでしょう。こうやって、誰かと一緒にいなきゃいけないとか、孤独は悪いと思っていることの一番の不幸は、自分が一体何をしたいのかがわからなくなってしまうということ、自分の本心を見失ってしまうということなんです。さらに、 孤独でいる自分はダメな人間だという呪いをかけて自信まで失ってしまいます。孤独が嫌だ。常に人といなきゃいけないと思っていると、私たちは人に合わせて生きるほかありません。自分の意見を押し殺して人と一緒にいるほかありません。 ですが、ちょっと立ち止まって、待てよと、一人で何が悪いんだと思うことができれば、呪縛から解放され、好きな場所で好きなものを味わうことができるでしょう。心も体も時間も場所も自由になって、楽しみや幸せは何倍にもなり、自分が本当に何を求めているのかということがわかるようになります。 誰かに流されて、だらだら生きていると、自分が本当に何をしたいのか、自分は本当は何を好きなのかが分からなくなってしまいます。ですが、 孤独に生きて自分自身の軸で一人で行動し、孤独を受け入れることができれば、本当の自分とつながることができて、真の喜びや真の楽しみ、そして真の幸せへと近づいていくことができるんです。孤独な人は人のことよりも、 自分が興味があること、自分が好きなことを考えている時間が圧倒的に長いですから、自然に自分に対する理解がどんどん深まっていくんです。例えば、自分は一体どんなことにワクワクするのか、どんな服やインテリアが自分にとっては合っているのか、どんな本や映画を見た時に気分が上がるのかなどなど、自分の扱い方というか、 自分の喜ばせ方が分かって自分スタイルが出てきます。 このように自分スタイルが分かってくれば欲しいものはどれだけの時間とお金を使ってでも欲しいし必要でないものはただであげると言われてもいらないよと断ることができるんです。孤独な人はしっかりと毎日自分に向き合っていますから自分にとって必要なものがわかるんです。ですから当然のことながら無駄がなくなります。自分の本当に大切なものだけに時間とお金という大切 なな資源を使ううことがでできるようになるよにんですまた、一人でいるということは、そもそもね、恥でも何でもありません。むしろ、精神的に自立しているという、何よりの証なんです。 大人になっても、一人でランチをするのが恥ずかしいとか、一人で映画館に行くのが恥ずかしいなどと、一人行動ができない人がおりますが、それはあまりにも幼稚と言わざるを得ません。孤独を生きる人は、むしろかっこよく、魅力的な大人なんです。自分がどうしたいかよりも、周りからどう思われるかを優先させていて、やりたいことができず、何かと人に頼らなくてはいけない。そんな生き方は、 いはずなんです昨今では一人ランチや一人カラオケ一人映画一人ライブ一人キャンプなどもはや大抵のソロ活は認知されているわけですから恥ずかしがることはないでしょうそして一度やってしまい殻を破ることができれば次からは抵抗がなくなりランチの時ぐらい職場から離れて一人になりたいとか。 この映画は誰かと行くよりも一人でじっくり見たいと思うようになるはずです。これが誰かと一緒にいなきゃいけないという呪縛から解放され、自分の気持ちを軸に動けたということであります。ぜひ自分の気持ちに正直に一人で行動することになれ、本当の自分とつながれるようにしましょう。 周囲から浮いているということを気にする人もいるかもしれませんが、たとえ周囲から浮いていても笑い飛ばしましょう。そもそも私たちは一人一人性格だって価値観だって全く別なんです。ですから、 人は会わなくて当然なんです。人は会わなくて当然ということを前提に生きれば、生きることがすごく楽になるでしょう。たとえ周囲に溶け込めていなくても、だからどうしたと、そんなの当たり前じゃないかと、開き直って笑い飛ばすことができるんです。 誰もが性格や背景、価値観など人とは違う部分を持っています。周りに馴染んでいるような人気者に見える人であっても、本当は馴染むふりをしているだけで自分を出せずに苦しんでいたり、人に合わせるということに疲れきっているかもしれません。 大人であれば、自分が自分であるために、多少の孤独は甘んじて引き受ける必要があります。周りから浮いても、だからどうしたと平気にしていけば、他人の違いにも寛容になれます。人はそれぞれ違って当然を前提とすることで、生きることが格段に楽になり、一人でも行動できるようになるでしょう。 今仮にあなたに友達がいなくても全然平気です。人間は基本的に孤独と思えば友達がいない孤独感から解放されます。友達がいないと人間的な魅力がないと思われがちかもしれませんが、これは私たちが幼い頃から友達が多いというのは良いことである。逆に友達がいないのは残念なことであるという価値観の刷り込みを受けているからに他なりません。 ですが、友達が多いというのは本当にいいことなのでしょうか正直、友達が多いと人間関係に暴殺される羽目になるでしょう。SNS にコメントをしたり、みんなが集まるイベントに参加したりと、周りに反応しているうちに、 人生の膨大な時間とエネルギーを消費してしまうでしょう。また、薄い関係の人と交流することに疲れて、本当に大切な人、大切な課題を放置することにもなりかねません。これは本当に愚かなことであります。自分で何が大切なのかが分かっていないということだからであります。実際著者自身。 私には友達がいなくていいと開き直った途端に深い付き合いができる友達が現れたそうです。無理に付き合わなくてもいいと思っているので、人間関係で起こる不幸せな孤独から解放されて、この人とだけは繋がりたいという人だけが残るんです。これこそが孤独を覚悟した人に与えられるギフトであります。嫌な人からはどんどん離れましょう。 嫌な気持ちで付き合っていたとしても決して良い関係を築くことなどできません人間は基本的に孤独であるという前提に立ち開き直った状態でも深い付き合いができる友達が現れれば付き合えば良いでしょうですがどうでもいい人や嫌な人からはどんどん離れるということが重要です周りに合わせて空気を読んでいるうちにあなたの短い人生は終わってしまいます さて、いかがでしたでしょうかそれではここまでで一つ目の、孤独が与えてくれる至福のギフト、本当の自分と繋がることができるについての解説を終わりにして、次に行きましょう。それでは次二つ目の、孤独が与えてくれる至福のギフト、静寂の中で真の解放感が手に入るについて解説していきたいと思います。さて、これを聞いている人の中で、今、いろんなことでガンジガラメになって、 今心がぐちゃぐちゃになってしまっているという人はいないでしょうか様々な人間関係に押しつぶされそうになり心が擦り切れている人はいないでしょうかそんな人こそ一人になることが重要でしょう。一人になることによって静寂の中で真の解放感が手に入るんです。 先ほどもちらっと申し上げましたが、友達が多いというのは、本当に人間関係だけで自分の短い人生が終わってしまいます。 自分のために使う時間がないんです。また友達といると、いつも最高に楽しいよという素晴らしい人間関係ならいいですが、なかなかそんな素敵な人間関係ばかりでもありませんよね。人間関係が多いと、いつも何かに縛られているような感じがするかもしれません。ですが、孤独を受け入れて、静寂の中で自分だけの時を過ごせば、そういった縛りから解放され、真の解放感を手にすることができる。 できるでしょうこれを聞いている人の中に、いつも場の空気を読んで、周りに合わせようとしている人はいないでしょうか ですが先ほども言った通りですが空気なんか読んでるうちに私たちの短い人生は終わりを告げてしまうのです社会では空気を読んで周りにうまく合わせることが上手に生きていくことであると当然のように考えられておりますが空気ばかり読んでいると取り返しのつかない大損をすることもあります実際著者は会社員時代に周りの空気に敏感に反応していたそうです 例えば、先輩より先に帰っちゃいけないとか、余計なことを言ってはいけない、目立ってはいけないと、常に周りの空気に合わせることで安心していたそうです。しかし、そんな風に空気を読むことや、他人の顔色ばかり伺っていることが習慣になると、気づかぬうちに人間関係のストレスが溜まり、だんだん会社に行くのが嫌になってくるんです。自分を抑えることが常になっているので、 自己主張は愚か、自分の意見さえも言えなくなる。他人の欲求に敏感になりすぎると、私たちは自分の欲求に鈍感になってしまうんです。自分を守るため、周りに合わせているのに、逆に自分自身に目を向けることができずに、知らない間に、心も体も、 どどんどんボロボロロになっってていいいくという悲劇が起こってしまいます皆さんも著者と同じような経験をしたことがあるのではないでしょうか。そんな人はもう少し一人でいる時間を増やしたり、一人で行動することを増やしてみるべきかもしれません。最近では同僚や友人に付き合いが悪いと言われるが、一人が好きすぎるとか、家族がいるのに時々一人でふらりとどこかに行きたくなるなど、一人でいたいと感じる人がどんどん増え 増えているようですそんな人は、こんな自分は、わがままなのだろうかとか、自分勝手ではないのかという罪悪感を抱えてしまいますが、一人でいたいと思うのは、わがままでも何でもなく、人間の本能から来るものであり、自分を大切にしようとしている気持ちの現れに他なりません。私たちは誰もが、社会人としての自分、 息子、娘としての自分、パートナーや親としての自分など、さまざまな役割を演じながら、忙しく生きています。そんな中で、本当の自分を見失ってしまう人も、結構いるのではないでしょうか。そして、本当の自分を見失わないために、時に私たちは、一人になりたいと思うのではないでしょうか。特に 同調圧力やマウンティングなどにさらされている状況では何もしなくたって疲労がどんどん溜まっていってしまいます。避難場所として一人だけの時間に浸りたいと思うのも無理はありません。人間関係の中でうまく生きていくためにも一人の時間というのは絶対に必要なんです。ですから、 時には喧騒を離れて静寂の中で真の解放感を味わってみましょう。そうすることによって本当の自分を徐々に取り戻していきましょう。さていかがでしたでしょうかそれではここまでで二つ目の孤独が与えてくれる至福のギフト、静寂の中で真の解放感が手に入るについての解説を終わりにして次に行きます。 それでは次3つ目の孤独が与えてくれる至福のギフト、真の心の平穏が生まれ、驚くほど人生が楽になるについて解説していきたいと思います。さて、孤独が与えてくれるギフトとしてお次にご紹介したいのは、 孤独になることで心穏やかに今ここに向き合うことができ、心の平穏が生まれるということであります。みんなでワイワイ楽しんだり、人に褒められたりする、みんなの中の自分がメインになっている人は常にそういった場所に自分を合わせることに忙しくて、頭の中もざわざわとした雑音でいっぱいになってしまっております。そして、 一人でいるときさえも、あの人はどうしてあんなことを私に言ってきたのかとか、私はダメな奴と思われてしまったのではないかなど、今ここにないことばかり、くよくよ考えて長い時間を過ごしてしまいます。このような状況では心の平穏など、とても得ることはできないでしょう。 孤独を生きる人は、人と一緒の楽しみも分かっているが、あくまで基本は一人であるということを分かっているので、むやみに人とつるむことはしません。誰にも邪魔されない、自分だけのマイタイムを大切にして、心穏やかに今ここを楽しむんです。ソロキャンプ、一人カラオケ、一人焼肉などが定着していったのも、みんなと一緒の自分に疲れた現代人の心の現れでしょう。 一人だと周りに何にも気を使う必要はありませんし、リラックスして目の前のことに没頭することができます。これこそが孤独の心地よさであります。 現代人はとにかく、やるべきことで忙しく、人間関係に忙しく、将来のことばかりに意識が向きがちです。ですが、時に一人の時間を作ることによって、心穏やかに今ここに向き合おうとすることで幸せを感じやすくなります。また、 孤独を受け入れている人は、人は人、自分は自分、私は私の道を行くと、人と自分を切り離して考えることができていますので、基本的に人と張り合うことも、嫉妬することも、他人の足を引っ張ることもありません。 つまり、競争と嫉妬のない世界で生きることができるので、ものすごく人生が楽であるということなんです。当然のことながら、メンタル的にもものすごく安定して過ごすことができるでしょう。ですが、 孤独を受け入れない人は常に人と自分を比較してはあいつの方が給料が高いとかあの子の方が美人だなどと落ち込んでしまったり世間と比べ大企業みたいに私は年金をもらえないどうしようと不安になったりします。ですが 自分の価値を周りと比べて相対的に測っているうちは上には上がいるわけですから心休まることはありませんし心の平穏が手に入ることもありません。 孤独を受け入れている人は、人がどうであろうと、私がいいと思うからいいんだと、自分の中の絶対的な価値基準で決めているので、いつも心穏やかでいられるんです。競争や嫉妬のない世界で生きるというのは、皆さん簡単に想像できると思いますが、ものすごく楽です。人にどう思われるかじゃなくて、どうすれば自分は自分のことを好きになれるのか、 どのような状況ならば自分は満足できるのかということを常に考えるんです。他人がどうであれ、私がいいと思うからこれはいいんだ。私はこれを大事だと思うんだという自分なりの価値基準を持つようにしましょう。 さて、いかがでしたでしょうかそれではここまでで3つ目の孤独が与えてくれる至福のギフト、真の心の平穏が生まれ、驚くほど人生が楽になるについての解説を終わりにして、次に行きましょう。それでは次4つ目の孤独が与えてくれる至福のギフト、無限の可能性が広がる世界を探検できるについて解説していきたいと思います。さて、 孤独を受け入れて、一人で行動できるようになると、行動範囲が圧倒的に広がり、可能性が圧倒的に広がるんです。一人ならば、うーん、行かないというのは、不自由な人生であると、著者は述べています。実際に。 昨今は堂々と一人の活動を楽しむ人が多くなってきております。一人で行動できるというのは非常に便利なことで、お手軽で非常に楽です。人と予定を合わせる面倒もなく、そうだ、あれをしたいなと思った時にサクッと動くことができるので、行動力が爆上がりし、 行動範囲はぐんと広がります。ですから皆さんも自分なりのソロ活を見つけてみてはいかがでしょうか。ちなみに著者の場合だと温泉、映画、美術館などのソロ活が多いそうです。また最近ではお笑いライブやコンサートにも挑戦されたそうです。また海外旅行の安い宿に泊まりながらふらふら一人旅もなさるそうです。皆さんも行ってみたい場所は結構あるでしょう。 ですが、日程や趣味、経済感覚が合う一緒に行く連れを見つけるとなると、なかなか大変なことなんです。ですから、思い切って一人で行っちゃおうということで、一人で行くということに、ぜひトライしてみてほしいのです。 興味ががあるイベントでも一人人ななら行かないと諦めてしままう人がおりますそれでは活動範囲が狭まり狭い人間関係の中でしか動けなくなってしまいますし行動力が減りますのでチャンスをつかむこともできなくなってしまうでしょうああ自分はやってみて初めて分かったがこれが好きだったんだと新しい自分に出会うこともできないでしょうですから 冒険するつもりで簡単なところから一つずつソロ活動をしてどんどん行動範囲を広げていくということをお勧めいたします一度この身軽さを味わったら自信も出てきてやみつきになり人生が何倍も楽しくなることは間違いありませんさていかがでしたでしょうかそれではここまでで4つ目の孤独が与えてくれる至福のギフト無限の可能性が広がる世界を探索できるについての解説を終わります 割りにして一元の内容をまとめておきましょうかポイント1 孤独は悪いとか、誰かがいなきゃ幸せになれないというのは思い込みである。孤独を受け入れて、人と一緒にいなければいけないという執着から解放されれば、人生すべてがうまく回り始める。孤独を恐れる人は、孤独が持っている素晴らしいメリットや、一人でできる様々な楽しい遊びに、まだ気づいていないだけである。そして、まだ孤独に慣れていないだけである。孤独になれれば、楽しみや幸せは何倍 にもなるだろうポイント2孤独が与えてくれる至福のギフトを4つ紹介いたしましたギフトの1つ目は本当の自分とつながることができるギフトの2つ目は静寂の中で真の解放感が手に入るギフトの3つ目は真の心の平穏が生まれ驚くほど人生が楽になるギフトの4つ目は 無限の可能性が広がる世界を探検できるというものでした。それでは次2限で孤独を楽しめず、孤独でダメになる人の治すべき特徴についてお話ししていきたいと思います。さて1限では孤独に隠された素晴らしきメリットについて解説してきました。 孤独を楽しむということは自分の人生の主導権を手に入れることに他ならず、孤独力こそ楽しく生きていくための最強の力であるということがお分かりいただけたのではないでしょうか。ですが、周りを見渡してみると、 孤独を楽しんでいる人と逆に孤独でダメになってしまう人がいて残念ながら孤独でダメになってしまう人の方が多いと思います一番大きな違いは単純に自ら孤独を選び取っているのかそして孤独になることを嫌っているのかです孤独が嫌いな人は寂しさ疎外感不安感など辛い感情を味わいたくないのでとりあえず人とつるんだり人に従ったり 意見を合わせることで安心しようとしますしかし言うまでもありませんが人と一緒にいるのに孤独という状況が 一番辛く苦しく虚しく自分をダメにしていくんです人とのつながりが希薄になり結婚せずに独身で過ごす人が多くなったりコロナ禍など生活様式が変化しているためほとんどの人が人生のどこかの時期で一人で過ごす時期を余儀なくされますだからこそ孤独に追い込まれたとしても一人でしかできないことがあるせっかくならばこの一人の時間を楽しもうではない かと積極的に一人を楽しむ孤独力を身につけていくということが重要なんですそして孤独を楽しめる人と孤独でダメになってしまう人には特定の特徴があります というわけで、ここからは孤独を楽しめず、孤独でダメになる人の直すべき特徴をご紹介していきたいと思います。この特徴をしっかりと直すことによって、孤独を楽しめる人に変わることができ、孤独がもたらしてくれる素晴らしいメリットを享受することができるようになりますから、ぜひとも参考にしてほしいです。そして、本日ご紹介したいのは次の3つになります。 孤独を楽しめず、孤独でダメになる人の直すべき特徴1、偽りの自分を演じる、見えっぱりな人2、情報に振り回されて大騒ぎをする人3、誘いや頼み事を断れない人ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げてわかりやすく解説していきましょう まずは一つ目の孤独を楽しめず、孤独でダメになる人の直すべき特徴、偽りの自分を演じる見えっぱりな人から解説をスタートしていきます。さて皆さんにまずご紹介したい孤独でダメになってしまう人は、ズバリ見えっぱりな人です。 皆さんの中にも見えばかり普段気にしている人はいないでしょうか例えば無理をして高価なブランド品を身につける人、SNS で過剰にキラキラした生活をアピールする人、自分の肩書きや過去の栄光をいつまでたっても自慢し続ける人、知ったかぶりをする人などが見えっぱりの人であり、孤独でダメになってしまう人の特徴なんです。 自分を大きく見せようとしてしまうのはコンプレックスや自信のなさの表れであります。そのままの自分では人と付き合うことができないと思っているので、見栄という鎧を着て守っているわけです。 ですが、人と繋がろうと見栄を張っているのに、結局、上辺だけの関係なので、周りに心を開けずに孤独、人が見てくれないから孤独、さらにダメな自分を実感して孤独と、孤独感を味わいまくって、結局自分を傷つけることになってしまいます。見栄っ張りで、プライドが高い人は、ダメな人だと周りに思われたくなくて、その結果、孤独の中に入り込んでしまうんです。ですが、 変なプライドがなく叱られても平気な人はそれが自分なんでと現実の自分をあっさりと認めていますから自分を偽ってまでよく思われようとしません偽りの自分を演じる見えっぱりな人からは周りの人も離れていってしまいますぜひ余計なプライドや見えを捨てて自然体で生きるようにしましょうあなた自身にとってもそっちの方が圧倒的に楽な生き方であります さて、いかがでしたでしょうかそれでは、ここまでで一つ目の、孤独を楽しめず、孤独でダメになる人の治すべき特徴、偽りの自分を演じる、見えっぱりな人についての解説を終わりにして、次に行きましょう。 それでは次二つ目の孤独を楽しめず孤独でダメになる人の治すべき特徴情報に振り回されて大騒ぎをする人について解説していきますさて孤独でダメになってしまう人はメディアの情報とか人の言うことをそのまま鵜呑みにしちゃって不安がる傾向にあります老後は お金を持っていないと悲惨になってしまうとか、人とのつながりがないと孤独死してしまうなどと、メディアで聞いた情報を鵜呑みにして大騒ぎしてしまうんです。こういった人は。 リスクを過剰に大きく捉えすぎる傾向にあります。もちろん、危機感をある程度持つということは重要ですが、1ぐらいのリスクを10ぐらいに捉えてしまうと、ただただ怖がるばかりで、適切な行動ができなくなってしまいます。その結果、不安感などに押しつぶされそうになり、とりあえず人とつるむことによって、その不安感を解消しようとしたりするんです。ですが、 孤独に強い人は情報を受け取ると行動するの間に一旦自分の頭で考えるという作業を挟んでいます。感情に支配されて大騒ぎするんじゃなくて瞬時にそれは本当の情報なのかと自分の頭で考えるためより合理的な判断と行動ができます。 孤独に強い人が落ち着いているように見えるのは、一人でしっかりと受け取った情報を考えるという作業を繰り返すうちに、メディアの情報が正しいとは限らないとか、それほど大変なことは実際起きないというのを知っているからであります。 孤独に強くなるためにも、しっかりと受け取った情報を自分の頭で考えるという癖をつけましょう。どこかの専門家が言っていたからとか、信頼できる人が言っていたからとか、 ネットで人気の人が言っているからといって、鵜呑みにするんではない、自分の頭で一旦考えるんです。自分の頭で考える作業というのは、自分の人生のハンドルは自分で握るという責任を持つことであり、孤独でダメにならないための知性を磨くことなんです。 さて、いかがでしたでしょうかそれではここまでで2つ目の孤独を楽しめず、孤独でダメになる人の治すべき特徴、情報に振り回されて大騒ぎする人についての解説を終わりにして、次に行きましょう。それでは次3つ目の孤独を楽しめず、孤独でダメになる人の治すべき特徴、誘いや頼み事を断れない人について解説していきたいと思います。さて、 これを聞いている人の中に、人に誘われたり、頼み事をされた時に断れないという人、結構いるのではないかと、私は心配しております。飲み会に誘われると、疲れていたとしても、せっかく誘ってくれたからと言って、無理をしていくとか、 仕事を頼まれると困っているみたいだからと言って残業をしてしまう人いませんかこのように自分を犠牲にして頑張ってしまうのは波風を立てたくないとか嫌われたくないという恐れが心に潜んでいるからでしょう。ですが安心してください。断るぐらいで嫌われることはありません。 そして、孤独を生きる人は、自分が幸せじゃないと、人を幸せにすることなんて到底できやしないと分かっているので、自分がやりたいかどうかで決めるんです。だから当然、飲み会は気が乗らなければ素直に断る。仕事を頼まれても、忙しいので無理ですと断る。 断ることができれば、自分の本当に優先するべきことに集中できるようになります。自分のことをおろそかにしているようでは、相手のことを大切にすることなどできやしないんだということを、改めて私たちは思い出すべきでしょう。 さて、いかがでしたでしょうかここまでで孤独でダメになってしまう人の特徴を3つほどご紹介してきました。もし、こういった特徴に当てはまっているとしたら、それを直すことによって、孤独を楽しむ人に変わることができるでしょう。 それでは最後に本書でご紹介されている孤独を楽しむためのレッスンをご紹介し、この動画を終わりにしたいと思います。例えば皆さんにおすすめしたい孤独を楽しむためのレッスンは、毎日一人作戦会議であります。私たちはいろんな人と関わって流されて生きているうちに自分の本音がわからなくなり、自分の本当に望んでいることがわからなくなってしまいます。 そこで毎日自分と対話をする時間を設けて自分の本心を聞き出しどう解決していくのかを考える必要があります。一人作戦会議に決まりはありません。一人になれる時間がないのならば通勤時間やお風呂に浸かる間、寝る直前などでも OK です。 しかしまあ理想を言えば仕事前、午後の休憩時間など10分でも15分でも時間を決めて手帳やノートに今感じていること、本当にやりたいこと、心配事などを書き殴ると良いでしょう。こうすることによって頭の中がきちんと整理されます。ちなみに著者は一人作戦会議を行う際に次の二つのことを自問自答しているそうです。 本当のところどうしたいのに、そのためにはどうすればいいか。このようなシンプルな質問を投げかけることによって自然と あなたの本音を引き出すことができます。そして本音を引き出すことができれば、偽りの孤独感を吹き飛ばし、人に合わせるんじゃなくて、自分でいろんな物事を自主的に決められるようになります。とてもおすすめですから、ぜひとも皆さんにはやってみてほしいです。また、この毎日一人作戦会議に加えて、一人学びもとてもおすすめであります。 自分を育て、人生を楽しむためにも学びは絶対に必要であります。 学びには大きく分けて仕事に関連する学びと教養や趣味としての学びの二つに分けられますがぜひ皆さんには教養や趣味としての学びをおすすめいたします新しいことを知ったり自分を成長させたりすること自体を楽しむ学びをしてみましょう大人になると自分の成長が感じられないどころか衰えているとさえ思える時もありますですが 大人になってから勉強を始め、詳しい分野ができ、自分が成長できているというのは非常に嬉しいことであり、自信や生きがいにもつながるんです。ぜひ何歳になっても自分が進化していく喜びを味わい続けてほしいと思います。そして、 学ぶことに加えて、一人趣味を持つということも極めて重要でしょう。孤独を楽しめるかどうかは、夢中になれる趣味を一つでも持っているかどうかが大きいかと思うんです。とはいえ、 趣味と言えるものが今まだないとか、続いた試しがないという方も結構いらっしゃるかもしれません。ですが、趣味と言っても別に難しく考える必要はなくて、ちょっと気になるというものを片っ端からやってみると良いでしょう。新しい経験をあれこれするというのも非常に楽しいものであります。 成果を出す必要もないし、数字を追い求める必要もないし、続ける必要もありませんから、ただ楽しそうな方向に動いていけば、いずれこれって楽しいなとか、これ自分めっちゃハマったなというものが見つかるはずであります。 なかなかね、くよくよと頭で考えていても、自分は何を楽しいと感じるのか、自分は何にときめくのかというのは、わからないものです。やってみて初めて、ああ、自分はこういうことが好きだったんだ、とか、ああ、自分はこういうことに楽しみを感じる性格なんだな、ということがわかるんです。 だからとりあえず手当たり次第気になるものはやってみればいいんです。とりあえず数を打ちまくって当たったものだけ残していけばよい。気になったものだけ残して続けていけばいいんです。それでは2弦の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1。 孤独を楽しめず、孤独でダメになる人の治すべき特徴を3つ紹介しました。1つ目の特徴は、偽りの自分を演じる見えっぱりな人でした。2つ目の特徴は、情報に振り回されて大騒ぎをする人でした。3つ目の特徴は、誘いや頼み事を断れない人でした。 ポイント2、孤独を楽しむためのレッスンを3つほどご紹介いたしました。1つ目のレッスンは、毎日1人作戦会議でした。2つ目のレッスンは、1人学びでした。3つ目のレッスンは、1人趣味を持つということでした。 本日は以上です。また、このチャンネルでは投稿できないような濃い内容の書籍、そして情報を徹底的にリサーチし配信する新しいチャンネルを始めましたので、概要欄からぜひぜひ遊びに来てください。それでは、さようなら。